こんにちは、渡辺幸子です。前回前々回と昭和天皇の開戦の御事のり、終戦の御事のりをご紹介しました。今日は昭和天皇と国際情勢とその時々お読みになられた御政のお話です。時系列で主だったものをご紹介します。それではどうぞ。大正10年1921年昭和天皇21歳、イギリスを中心とする欧州五巡行、日英同盟の廃棄、11月12日ワシントン国際会議、11月25日皇太子裕仁親王摂政ご就任、大正11年1922年新年歌会始めにて昭和天皇22歳、世の中も各荒間星穏やかに、朝日におえる大海の原。昭和3年1928年、昭和天皇28歳、歌会始めの御政。山々の色は新たに見揺れども、我祭りごといかにかあるらん。昭和天皇即位の御大礼大嘗祭、西南事件、張作霖爆殺事件、対日27年コミンテルンテーゼ、パリ不戦条約などがこの年の出来事でした。昭和5年1930年昭和天皇30歳、ロンドン軍縮会議に絡んでの陶酔拳甲板糾問事件。昭和6年1931年昭和天皇31歳、満州事変。昭和7年1932年昭和天皇32歳、第一次上海事変、皇天一号事件。昭和8年1933年昭和天皇33歳、国際連盟脱退、歌会始めの御政。天土の神にぞ祈る朝凪の、海のごとくに波立たぬよう。昭和9年1934年昭和天皇34歳、中国共産党による反日統一戦線結成。昭和11年1936年昭和天皇36歳、 2.26 事件。昭和12年1937年昭和天皇37歳、盧溝橋事件、品事変。昭和13年歌会始めの御政です。静かなる神の御園の朝ぼらけ、世のありさまもかかれとぞ思う。昭和14年1939年昭和天皇39歳、野蒙藩事件、中華民国王朝名新政権樹立。昭和15年1940年昭和天皇40歳、後期2600年の記念の年です。歌会始めの御政。西東むつみ交わして栄えゆかん、ようこそ祈れ年の始めに。この年の11月に後期2600年の記念祝典が行われました。昭和16年1941年昭和天皇41歳、4月から11月まで日米交渉、12月8日アメリカイギリスに対する宣戦布告。昭和17年1942年昭和天皇42歳、歌会始めの御政です。峰続き大雨村雲吹く風の、早く払えとただ祈るなり。昭和20年1945年昭和天皇45歳、年頭の御政。風寒き下夜の月によう祈る、広前清く梅香るなり。3月10日東京大空襲の時の御政です。戦いの災い受けし国民を、思う心にいで立ちてきぬ。ポツダム宣言受諾の時の御政です。身はいかになるとも戦とどめけり、ただ倒れゆく民を思いて。昭和21年1946年昭和天皇46歳、歌会始め
アメリカの占領行政開始4ヶ月後の漁政です。降り積もる深雪に耐えて色変えぬ待つぞ大式人も格あれ。この年に昭和天皇は全国御巡行あらせられます。全国御巡行された時の漁政3種ご紹介します。災いを忘れて我を出迎うる民の心を嬉しとぞ思う。国を起こすもといと見えてなりわいに勤しむ民の姿頼もし。格のごと荒野が腹に隙を取る引き上げ人を我は忘れじ。昭和27年1952年昭和天皇52歳4月28日サンフランシスコ講和条約。漁政。風さゆみ冬は過ぎて待ちに待ちし、八重桜咲く春となりけり。国の春と今こそは慣れ霜凍る冬に耐え越し民の力に。昭和57年1982年昭和天皇82歳教科書検定基準への近隣諸国条項が追加された時の漁政です。我が庭のそぞろありきも楽しからず、災い大き今の世を思えば。昭和60年1985年昭和天皇85歳この年8月15日内閣総理大臣の靖国神社参拝に中国共産党政府が攻撃を仕掛けてきて日本政府が屈服した日です。昭和61年1986年昭和天皇86歳8月15日の漁政。この年のこの日にもまた靖国の宮代のことに憂いは深し。昭和63年1988年昭和天皇88歳8月15日の漁政。安らけき世を祈りしも未だならず、悔しくもあるか兆し見揺れど。9月記録された昭和天皇ご生前最後の漁政。赤ゲラの叩く音する朝まだき、音耐えて寂し移りしならん。以上が昭和天皇の漁政です。敗戦後本当に焼け野原になった時にですね、食べ物がなくなってみんなが飢え死にするような状況になった時に、昭和天皇は真っ赤さとお話しされて、皇室財産をすべて差し出すのでどうか食料を輸入させてくれ、国民を飢えさせないでくれと真っ赤さにお話しされたという話を聞きました。こういうお話って私たち教科書では全く習わないですしね。この昭和天皇の御心というのはもう少し私たち感じる素直さがあってもいいかななんても思います。またですね、近隣諸国条項ができた時に歌われた漁政も紹介しました。我が庭のそぞろありきも楽しからず、災い大き今の世を思えば。こんな漁政をお読みになられてしまうほど、もう本当に情けないことやっちゃいましたよね。今に至ってます、近隣諸国条項。このおかげでも本当に内政干渉を許すようになってしまってます。そして降り積もる深雪に耐えて色変えぬ待つぞ大式人も格あれという漁政は私も本当によく思い出しながら過ごすんですけれども、どんな時に読まれた歌なのかなというのは、占領されて人々が保身のために変節したり、あと強者へ言語したりですね、ひどいことがたくさん起こったその世情をいさめる意味も込められていたという話を聞きまして、まあ何とも言えない気持ちになったりします。ということで、まあちょっと心が入りすぎてしまってなかなか上手に説明できなくて恐縮でございますが、これをきっかけに学ばなければならないこともたくさんあるのではないかと思っております。それではどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。